キチャンネル。ジョッ、こんにちは。さあ、崖っぷちステージ、北海道日本ハムファイターズ編です。はい、ねえ、うん、今年名護2回行ってるから。おお。紅白戦と次の日の楽天との練習試合を見に、はい、うん、だハム見て楽天見てっていうね、はい、ところで、うん、遠かった。なんかでも名護行くと、はい、ビッグボス弁当っていうのがあって。へえ、どのお弁当なんですか？あの、その提携してるお店から、はい、その報道関係者の人、うん、パス見せたら、はい、タダで食べるくれるの、飲み物と。ビッグボスのおごりですか？おう。へえ、めっちゃ美味しかったよ。いや、さすが新庄さん。ああ、うん、毎日日替わり弁当だから。へえ、すごい。毎日違うっつって、はい、1回目は、うん、これ。へえ、あ、結構ちゃんとプレートになってて。そう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 、うん、ちゃんとこの。へえ、でグランドの客席の下席で食べられるんですか？うん、そう、どこでも食べるな。ランチボックス的な。あ、すごい、美味しそうね。うん、美味しそう。なんかお肉いっぱいかかってて、うん、そうそうそう、その時ね、はい、うん、だそれ美味しかったっていうね。へえ、はい、っていう話です。うん、気遣いが、うん、メディアへので、はい、崖っぷち選手、はい、こちらです。はい、伏見トライ。へえ、伏見選手、崖っぷちです。はい、伊藤博美にね、はい、ライブ VP で、うん、バット折られて、はい、しっかりしてくださいよみたいなね、はい、冗談交じりにいじられてて、うん、でもオープン戦前に打って、うん、はい、実戦打率10割でオープン戦に向かうって言って、はい、伊藤見てくれてるからって言ってたらしくて。へえ、ね、まあ、はい、あの雰囲気いい中でやってるだろうけども、うんうん、伏見、はい、崖っぷちです。崖ですか？はい。でもなんかこう今のところこうやっぱりメンバー見ると、うん、まあ、一番この正捕手には近いというか、まあ、まずね、うん、昨年オリックスから日本ハムに FA で来て、はい、89試合と、うん、まあ、微増。オリックスの時より、時より微増か。今まで一番出たのが2021年のオリックスで91試合、はい、っていうところもあるけども、うん、まあ、FA で来たからには日本ハム100試合以上は出たかったよね。あ、まあ、そうか、まあ、FA で来てるからな、うん、でもそれをやっぱり出せてないのは、はい、打率が2割1厘、うん、もうこれ打ててないところがね、そっか、そこ出れないんだけども、うん、でこれなぜ崖っぷちかというと、はい、このルーキーの浸透、うん、はい、いい感じで来てんだよ。おお、やっぱそうなんだ、ルーキーが。スローイングもいいし、はい、まあ、ここも打てるかどうかだけどね、うん、どっちも打てないんだったら、はい、ルーキー使うやん。まあ、若い人育てようってなりますね。試合出すんだったらね、うん、出さないんだったら2軍だけども、はい、で今年34歳伏見もね、うん、でこの64番タミヤ岩、はい、うん、こちらも肩えぐいのよ、うん、守備面はね、うん、であとは打てるかどうかだから、はい、結局はキャッチャー誰が打てるんだかけです。あ、みんな打った人が勝ち取るぞと、うんうん、清水、伏見、古川、郡司、まあ、軍事はね、サードとかも守ってるから、はい、うん、登録上キャッチャーだけだけども、はい、新藤、そして、うん、コーリーで、タミヤ、うん、ね、でマルティネスまで入ってくるからね、はい、結局マルティネスも打つからね。そうですね、うんうん、なんかテレビのジョブチューンかジャンクスポーツで、うん、マルティネスサイン分かってないとかね、なんか言われてたけどサイン覚えてないとか、ね、言われてたけども、はい、ね、うん、だそこの筆頭にやっぱ一番年長者の伏見がね、はい、来るね、崖で、うん、これはね、打てるかどうかっていうところでは。そうか、若手のまあ突き上げにはね、うん、で続いて、はい、こちらです。はい、清宮幸太郎。お、もうでもレギュラーはレギュラーですよね。怪我して休んでる場合ちゃうで。あ、まあ、そっか、危ないで。そっか、あれ今怪我でしたっけ。そう、出遅れてるから、うん、この休んでる間に、はい、ね、うん、サード、軍事とかがめっちゃ活躍してたりするわけよ。そうですね。で野村もね、うん、いるしね、うん、でファーストにはレイエスが入ってくる可能性もね、うん、あるしね、はい、確かに怪我治りました、うん、ポジションありません、うん、ありえるからね。そうですね。もうなんか去年の段階では清宮選手も主力として戦ってるイメージがありますけど、うん、まだわからないですね、うん、で加藤豪介とかもね、はい、まあ、日本2年目っていうところでね、まあ、環境にも慣れてくるだろうしね、うん、そこで本領発揮できればのところもあるけども、はい、のんきに休んでるとポジションなくなっちゃいますよ、崖です。いや、でも本人焦ってるんじゃないですか、やっぱり。焦ってもできないからね。まあ、そうですね、うん、できないで、ね、パンパンパンっていかれた日には、うん、清宮無理にいらんなってなったら危ないからね。まあ、それに代わる選手が出てきちゃったら、そう、誰でもいいからね。そうですよね、試合出るのはね、うん、一番ね、打てば、一番チームが勝てばの人出ればいいだけだから、うん、そういった意味でも、うん、危ないよね。そうですね、うん、だからレイエスが DH に入ってくれれば、うん、ね、はい、だ
うん、ライデルさんとスティーブンソン両方が嫌で、万波と松本いるからな、アリエル、アリエルね、うん、アリエルだからキャッチャーだ、うん、いやそしたら、もう伏見と選手とかも崖だから、ね、だからこの連合崖だね、連合崖ですね、連合崖、うんうん、だって伊藤さんが言ってましたもんね、うん、レイエスえぐいでって言ってましたよね、うんうん、ホームラン26本打つでってでも26本かないって言ってましたからねもうちょっと打たないのかなっていうね、だそこら辺もね、うん、ちょっと怪我し休んでる場合じゃないよっていうね、はい、まあ仕方ないけどね、うん、ちょっと危ないね。で続いてピッチャー、はい、田中誠二、あ、え、抑えがけってことですか。いやいや、やっぱりね、うん、前もどっかのチームの動画で言いましたけど、はい、複数年頑張ってプロ野球選手だから、あ、まあそっか、これでまた今年、うん、ね、うん、怪我とかしたったりすると、はい、ああやっぱりとかなるじゃん、うん、だから今年この地盤を固めるためにカチカチの、はい、あ、なるほど、うんうん、今まだね頑張ってるから、うん、崖にはいないのかも分かんないけど、はい、若干緩めだから、うん、そうか、だってちょっとまあ怪我しちゃったりするとやっぱ脆いなとか言われるから、うん、これで今年、うん、バチッともう40試合ぐらい登板して、はい、ね、リリーフでも 2,30 セーブ上げて、うん、ってなってくると、はい、もう安泰じゃん、安泰、今年の連続して頑張れます崖、このそう確かにここ本当勝負だから、うん、まあ、1年間だけしか頑張らないやついっぱいいるから、うん、あーみたいになるよ、うん、だから本当にね、はい、ここでしっかりトレーニングをしてるだろうけどね、うん、こういったところでしっかり頑張ってね、うん、自分のポジションを確立できるかどうかっていうところは非常に大事な勝負の位置になってくるんじゃないの、はい、うん、そうですね、大事な1年になりそうですね、うん、ピッチャーでもね1人だね、あ、そんなに、じゃあもうあんまり崖の人いない、あとほぼ全員崖だから、全員崖、ポジションちゃんと奪ってくださいねっていう噂もいなくなって、そうですね、ポンセもいなくなって、はい、まあでもマーフィーとかザバラとかいいけども、うん、枠空いてるからね、はい、頑張ってくださいっていう、そんななんか、そうか、だから頑張った人が取るから、うん、だから全員危ないけど、うん、全員チャンスあるっていうところなんで、なんかそんな特殊的なっていうのがいないんだよね、うんうん、でもあと一人だけいる、あ、いるんですか、うん、はい、新庄監督、おお、やっぱ前回の中日と一緒で、はい、3年連続最下位は、うん、ね、ちょっとなかなか厳しいと思うし、はい、でしかも稲葉さんも2軍の監督になったところは、うん、球団としてはちょっと準備、嫌がおうにもね、そういう風に見えるじゃんね、はい、うん、ってなった時にやっぱ今年しっかり若手がね育ってきてるからね、はい、それを集合体として結果として結びつける、うん、しかも今年は外国人の補強も、はい、マーヒーも良さそう、うん、ザバラも良さそう、うん、ロドリゲス、バーヘーゲンは過去の実績ある、うん、しかもアリエルはドラゴンズから来て、はい、いい活躍してる、うん、ね、レイエスもいい、うん、スティーブンソンもまたクラッチヒッター、うん、ね、ラインドライブの打球、ね、っていうところで、うん、外国人の補強はここまでは今いい形でできてるから、うん、これを集合体としてやって、はい、結果に結びつけてると、うん、ね、最低でも4位ぐらいいくと、はい、ホップステップの来季も期待でもう1年とかあるかも分かんないけど、うん、ね、ドラゴンの時も言ったけど6位6位6位だとね、うん、なかなかちょっと怪しくなってくるからね、はい、でも本当あれですよね、新庄監督の日ってこう、まあ、かなり若手を使い始めて、うんうんうん、1年目2年目でこうこう、ね、種を育ててきてる感じあるので、ゴーンってね、もしかしたら合わさったらいきそうな感じありますもんね、外国人もいい補強をね、うん、チームがしてるからね、はい、そういったところでハマればね、うん、非常に面白い形になるから、はい、でもまあ勝負かけじゃんね、そうです、勝負の1年ですね、うん、6位6位6位だとね、うん、なかなかっていうところもあるからね、うん、そこら辺はビッグボスで、うん、かけて頑張れるかどうかが、ね、はい、でもまあ台風の目にね、はい、なりそうな、なりそうですか、覚えたから、お、理由、はい、なんとなく使ってたけど、はい、中心になりそうですか、うん、なりそうなね、うん、野球界をね、はい、今年の2024年ざわつかせるね、うん、確率あるからね、はい、そういった意味でもどんな感じになるのかね、うん、楽しみだなっていうところもあるけども、怪我して休んでる場合じゃないですよっていう、そうですね、清宮選手はね、うんうん、まあ、どうなるかっていうところがね、はい、このどうなるかがけがね、はい、チーム全体的にね、うん、あるんじゃないでしょうか、はい、はい。